ルターサンカトリックサンフランシスコ。はい、というわけですね、今日はですね、スーパーマーケットです。まあちょっとね、まあ、海外に行くとね、やっぱりちょっとスーパーマーケットってね、行くのちょっとすごい楽しいと思うんですけど、最近スーパーでよく日本の商品を見かけます。ラーメンブームのおかげかなと思ってるんですけど、でも私が住んでるエリアは比較的東洋人が多いので、サンフランシスコはどこに行っても東洋人が多いですが、でもこの東洋人が比較的少ないエリアでも日本食売ってるのかどうか検証してみたいと思います。メキシカンフード、メキシカンフードがある横に割とこうエイジアンフードとかね、トマトソース多くない？こんなにトマトソースあの、トマトソースみんなどんだけ好きだろう。いや、みんな めんどくせえ。見てこれ、そうパスタ作るときにかけるだけだ。かけるだけだね。すごい、これまだあるんです。まだあります、これ。あ、出た出た、日本食セクション。だってさ、ほら、ここのスーパーもさ、普通にあのうちの近所のあのエイジアン多いとこと同じぐらいに結構あるなって思ってる。見て。あ、テレレレテテテレレレテテテレレサテテテレレレテテテテテレレレテテ。そう。ああ、そうですね。その格好で。人がいないからいいよな。すごい。すごい。ここ結構充実してない？でもガラガラじゃねえかこれ。人気があるってこと？人気があるんじゃないの？品薄ってこと？品薄じゃない今。すごい。ポッキーもあるよ。これ知ってる？こんな東京ヌードル。知らねえな。知らないよね。これ。これは何？名前。これコリアンじゃない？コリアンかな？コリアンのやつかな？そうだ、これ、あ、辛いやつだ、これね。辛ラーメンかな？辛ラーメンと似てるやつかな？あ、コリアンだ。あ、すごい、ほら、出た、札幌一番、絶対人気。札幌一番、超人気。あ、あとさ、キュウヒロ、これラーメンブームだからだよね、絶対に。もうさ、どこでも絶対さ、ラーメン売ってるものって。あ、何これ？ラーメンじゃない？多分。なんちゃってラーメンだよ。ほら、だってなんかラーメンだけどなんかちょっとほら日本人ではちょっとこうやらない的なやつ。あー、すごい。あとうどん。おうどんがあります。おうどんが。あなた絶対にあのうどんにおをつけますよね。当たり前だろ。
오우동오가入ってるよそこれこんなこんなうどんとはギャングみたいな格好しておうどんって言いますよねじゃあなんかあの関西のあのヤクザがアメちゃんっていうのと同じような感じですよねあと必ずおうどんって言いますよね間違ってるおうが入ってないですよこうどんってなってなんだろうな宮城だからこれあの日本の会社だよね、うん、そうだよねうどんうどんもうどんも人気だよねおうどんそうあそうなんかだけどポッキーねポッキー結構売ってんじゃん大福もあるやだすごいあ、おいそうおいおいても意外と人気だよねすごいやさすがにこの辺のセーフウェイでは売ってないと思ってたあただグミも結構ねハイチュウとかすごい人気あるよね懐かしの何カラムーチョカラムーチョもカラムーチョもあるし見てだからさえ先っさっき私さほら来てさもう長いじゃんアメリカで来て、うん、もうかれこれ30年ですけどいやで来た頃は絶対にこんなこと絶対なかったこの絶対に日本のスーパー行かないことには絶対買えなかった焼きそばちょっと待ってで UFO がいいのうんしょうがねえなもうなんだよおいよりつもノーギャラやってんだよこれもういいんだよじゃあ今日これがギャラギャラね今日のギャラどっちがいいのちょっとうどんとちょっとこれちょっとねこれ UFO でもさこれあ日清だ日清のやつだねあじゃあこれじゃあこれ買ってあげるじゃんこれがギャラね今日のはい、それではですね、アメリカのスーパーに日本食が浸透していることをちょっと祝しまして日本人2人、焼きそばを食べたいと思いますこれはですね私があのちょっとね事前にあの地元で買っといた地元、焼きそばっていうやつですこれですこちらでございますあのあれアメリカ人の人あれ焼きそばってなんて発音するんだろうねチャーメンチャーメン、うん、でもあそこにパッケージに焼きそばって書いてあったんだけど、うん、みんな焼きそばって言ってんのかな言わねえだろ言わないのかな、うん、チャーメンって言ってんのかなレストラン行ったら中国になるそっかおいしい汚ねえなえ意外とおいしいこれあでも多分なんかアメリカ受けするようにちょっと甘め美味しいこれは結構こんな公園でカップヌードル食ってるって何者ですかこの人大スターがねあーですかねうるせえなエンペラー行きました、ちょっとなんかねあのコメントの方にあのトラスペクターさんおい誰だそれトラスペクターさん誰だそれいいですねみたいな感じのねなんかそれ定着ならそのもう定着じゃないですかじゃあはいじゃあまた今日もちょっと顔出しでお願いいたしますノーギャラなのにじゃかじゃんあんたあの子の何なのさ全国のまた毎度全国の野沢直子ファンの皆さんご機嫌いかがでしょうか何セリフ決め台詞にしてんだよじゃあ私はあのこの UFO ではい UFO ですで先生ご覧くださいこのヒョウ柄のジャケット、まあ、私もちょっとたまたまヒョウ柄の帽子かぶってちゃってヒョウ柄とヒョウ柄もうさなんかあのコメントの方にさお二人なんかあの麻雀屋から出てきた東洋人のギャングみたいですっていうコメントうまいこと言うなってこれ UFO ですね、はい、UFO の辛いやつあんまり見た目はちょっと量多くないやっぱり麺がなんかアメリカ向けだからかな 色がこれ日本のですからねこれは日清の UFO ですからねメーカーは日本だけどだそれだってマルちゃんだよこれマルちゃんだったの、うん、あ日本のだったあ本当だマルちゃんじゃあいただきますマルちゃんの焼きそばうんうん美味しいおいしいおいなんで汚いんだよ汚
汚いんだよ。自分のは見えないけど、人が見てると汚いな、もう。待ってただろ。そうそう。ちょっと、それ辛い感じ？いや、全然辛くないです。あ、辛くないんだ。四川なんとかとか辛くないんだ。全然辛くないし、うん、焼きそばって感じじゃないの、これ。あー。チャーメンって感じ。チャーメンか、やっぱり。うん。あの、カメラの前で物食べるのって恥ずかしいんですけど。おい、今鼻からヌードルが出てきていいですかって。やろう、わかろう。スーパーマーケットに加瀬さんいたよ。ラッキーじゃん。ソーセージ買ってた。あれ、加瀬さんですか。今ソーセージが全部で火星さんに会えるとね、うん、なんか幸運がね、ああ、なんか来るって言って、なんかこうラッキーじゃん。あれだよ、あの眉毛、コアラのマーチの眉毛みたいな感じのもんだよね。そうなん、縁起もんだよね、火星さんに会えるって。はい、それではですね、前回の火星さんの正解が発表したと思います。前回の火星さんは4火星さんでした。どうも、もう今回もですね、なんかたくさんの方にですね、書いていただいて、たくさんの方に正解していただきました。聞きたいと思います。正解いきます。山口久美さん、ハロハロハロさん、ノースウェストマスさん、ソープンさん、ミホパワさん、ロージーさん、トムトムマムさん、 SYKTYT さん、なおことイチャイチャさん、中村小太郎さん、 SP さん、そしてゴミローさん、そして、アウサクラさんだと思いますけども、のぶこ大原さん、さくらさくらさん、マリナ白石さん、ジョージ&Mさん、マリクールさん、サラ・バンデベンターさん、コユキさん、スヌープクマさん、110レスキューさん、キキさん、トンちゃんトンちゃんさん、マユさん、福里さん、飯田真紀さん、たとえ森川さん、ちょうど1年前にさん、あずみウォーリックさん、あゆみ T さん、赤い金魚さん、ゆうこ中山さん、セッコグリングさん、アリス G さん、ミホサワさん、カオリコタキさん、ワタマサさん、ビール大好きさん、家西のりこさん、ポクヤンさん、中村ゆうじさん、持ってきたけよ、さくらさん、カニカミさん、渡辺サトさん、みかんくんさん、アネモネシャープさん、スジリンさん、若林貴子さん、サチさん、エビッコちゃんさん、レオユウコさん、トーマスさん、ニムラヒロカズさん、バンビさん、ラオコウさん、まだいます、いらっしゃいます、すげえな、すごい、ありがとうございます。ミントミキさん、エイヤマミキヨさん、ユメさん、コッコちゃんさん、ミカミカ M さん、ユウコオウさん、ソバリトキエさん、ポンタ T さん、インナーバーグジョッジーさん、マジ K さん、 GRCN04ACCNGOJP さん、トミーユーさん、ミツ池の屋さん、ケイさん、ナオミさん、ジュンコリバータインズさん、レイコウォーレンさん、ウォーレンさん、以上でした。どうもありがとうございました。もうさくらさんとゴミローさん、もうずーっと続いて逆と状態です。また来週も頑張ってください。それだけかよ。